商品レビュー専門、トロンスマートの提供です。パソコンの外部接続、USB ばっかりですね。USB、必要な時に挿して、いらない時には抜く。非常に便利なんですよね。挿せば動く。こんな嬉しいものないですよ。一昔前の、これを接続するにはこれとかなんかいっぱい企画があった。その時代を知ってると、USB って非常に楽なんですよね。でも USB、不便なところとして、 使わないときは抜かないといけない。例えば数字を入力するときに点キーを使ってる。でも普段は点キーはいらない。ペンタブレットを使ってる。絵描くときだけは欲しいけど、普段はいらない。そのとき、ケーブル接続したまんまで置いときたいんですよね。いちいち使い終わったら抜く。めんどくさいんですよ。それなんかケーブルを抜きさせするの。ちょっと嫌ですよね。これは精神的なところかもしれないですけど。でもこのトロンスマートのハブがあれば解決ですね。 通常のハブとは違うんですよ。USB 3.0の普通のハブ。でもここにスイッチがついてます。このスイッチ、もうわかりますよね。電源スイッチです。ポートごとに電源を入り切りできます。ここにペンタブレットとか、テンキーを接続する。そして使いたい時だけ、このボタンを押してオンにする。便利ですね。いろいろな機器で使いますけど、私一番使えるのは入力機器だと思います。ペンタブレット、テンキー、キーボード、マウス。使わない時も、 ケーブル挿しておくと不用意に触ってしまってパソコンの普段使いでちょっと邪魔。点キーとか使わないと思ってどっか置いとく。その時に何か点キーに触れてしまう。その場合でも入力入ってしまうんですよね。何か本とかをどけた時に点キーの上に置いてしまった。その時も入力されてしまう。そういうちょっとしたトラブルをこのスイッチ付きハブで解決できますね。あとこれパソコンに接続するハブ以外でもモバイルバッテリーに接続できてしまうんですよね。 モバイルバッテリーに接続して電源オンできる。だからモバイルバッテリーのスイッチとしても使えますね。個別の電源オンオフできます。本来の使い方はパソコンに接続した USB 機器を個別にオンオフする方法です。ただ注意点、ハードディスクとか USB メモリーのメモリー系、書き込みを行ったら必ずパソコン側で取り外しをしてください。書き込みしてこのスイッチを押して切る。 そうすると、データが書き込まれない可能性があります。それは注意してください。だから私、このハブの使用目的は、単にパソコンから電源を取るだけ、ペンタブレット、テンキーなどの入力機器、その目的で使うのが一番なのかな。そう思いますね。トロンスマートのスイッチ付き USB ハブ。USB の機器をよく抜き差ししてる人。そういう人におすすめですね。ぜひ使ってみてください。